どうもこんにちは、小田です。今日はですね、2050年問題というテーマでお話をしていきたいと思います。2050年何が地球に起きてしまうのか、その絶望的な状況、まあ多分3つぐらいかなと思ってるんですけれども、まあこの3つについてお話をしていきたいと思います。これいろんなね、学者さんたちが2050年問題っていう風に言って、まあよく論じている話ではあるんですよね。で、まあ2050年だから、まあ遠い先の話だなっていう風にこうね、遠目をしながらこう遠目で見てるかもしれませんが、意外とあっという間ですからね。で、今日2050年って話す話っていうのは、もしかしたらこのペースでいくとっていうか、もう最近世の中早いじゃないですか、ペースがね。今まで携帯とかね、持ってるって信じられました。30年前とかって携帯すらなかったんですよ。30年前携帯すらなかったっていうことをちょっと考えてみていただければと思うんですけれども、だからなんか、だからピッチあった、まあわかんないけど、ないよね。それすらないっすよね、ギリギリ。うん、トランシーバーとか30年前ってわかんないけど、それ考えると結構なペースで物事展開していくと思うね。今では全く想像できないようなペースで物事が展開していくってことがあるわけなんですよね。だから、まあ、AI とかの発達でシンギュラリティポイント、要するに人間の能力を、まあ、超え始めた時に私たちどうするんですかっていう問題があるわけですよね。仕事がいなくなってしまう、どうなるんだろう、ここは謎ですよね。だから職業的に言うと、有意義な価値を自分たちが生産しない限りは結構社会に有用な存在とは言えないよね、みたいな感じになるかもしれない。わかんないですね。これはもしかしたらユートピアになる可能性もなきにしもあらずだけど、この人いらないって AI が判断したらですね、ブシュってなんか、変なマイクロチップかなんかとかで殺されちゃう可能性ってあるよね。何なんだろうね、これね。人口多すぎる問題ってあるじゃない。だから人口は減らさなきゃいけない問題があるわけなんですよね。だって場所取り戦争になってくるわけだから、まあ確実に AI によって、あ、この人はいらないなと思った瞬間に殺されちゃうっていう可能性は否定できなくはない。まあもちろんそれは SF の世界に聞こえるかもしれないですけれども、十分あり得るんじゃないかと私は思いますが、皆さんいかがでしょうか。まあある意味でリストラされていく人類から、人口増加は止まらないので、どんどんその人口が出てきてきて、椅子取りゲームが起きる。もしかしたら宇宙に行くとかね、ガンダムとかね、そういうなんか宇宙戦艦ヤマトとかね、そういう世界にもしかしたらなっていくかもしれないけれども、とりあえず地球が今有限の資源を持っているとするならば、人口で席の奪い合いっていうことがあり得るんじゃないかなっていうことはありますね。次です。まあ、次はですね、まあ、これとも関連してるんですけれども、医療の問題なんですよね。高齢者、少なくとも日本、これ地球では、まあ地球規模で起きる話なんで、そうなんですけど、特に日本はやばいですよ。特に日本は高齢者の数が半端ないので、もう全般的にもう人口は減少していくんですよ。なぜかわからないんですけれども、いろんなものを私たちが食べてるかもしれないんだけども、出生率っていうのが劇的に下がってるんですよね。なので、私たちの子供世代っていうのはどんどん減っていくわけです。まあ、生存できないというか、で、結構病気のままなってるとか、すごい人口減らし作戦が進められているっていうのはちょっとうがった見方かもしれませんけれども、事実として少子化は進んでるわけじゃない。で、なんか経済的な不安がって言うけど、本当ですかね。まあ分かりませんけれども、少なくとも人口は減りまくってますよっていうことがありますよね。なので、まあここが一番大きな話かなとは思うんですけれども、要するに高齢者介護の問題が出てくるわけですよ。3人に1人以上、2人に1人ぐらいが高齢者になるってことが言われてます。少なくとも日本に関してはですね、3人に1人から 2.5 人に1人、あと2人に1人ぐらいの勢いで高齢者になってた時に、もちろんその波のピークっていうのはもちろん超えるんですけれども、ただね、やっぱりこれ地獄ですよ。言い方変なんですけど、みんな田舎に住めなくなるんですよね。健康問題、健康被害が大量に起きてくるので、まあ、田舎に住めなくなるっていう問題があって、そのちゃんと医療を受けられるとかね、そういう風に物事が展開していくと、都会に集中していったりとか、そこら辺で要はもう本当に介護状態でずっとその病院につながれて生きていくっていうことがありえるのかなと思いますね。ただまあ本当に健康の二極化っていうのはむちゃくちゃ広がっていくと思います、まあ、所得というよりも健康における二極化、もうなんかすっ
げえ元気な人とすっげえもうなんか病院付けの人っていうのに分かれていくんじゃないかなと思いますね。はい、なので、まあ、ここに関してはですね、まあ、本当に、まあ、AI に関してもそうですけど、人間にしかできない、人間という動物にしかできないことをやる。今までの人生っていうのは、今までの人生というか、今まではなんかロボットに似せよう似せようとして生きてきたわけじゃないですか。あとは管理してなんかやっていくっていう、そのシステムに全部依存してきた生き方をしてきたわけですよね。だからそこを一旦もう外すしかない、まあ、解決策としてはですよ。それをやれば基本的には大丈夫なんで、そんなに解決策で心配する必要はないんですけどもね。ただ問題としては本当に病院社会になるし、病院社会ですよこれ。これちなみに病院社会と、あとはその職なし社会になっていくっていうことなんで、まあ弱い立場に人類が置かれてしまって、超管理社会、 AI によってまあこの人抹殺するよぐらいの、簡単にそうなっちゃうっていうことですよね。簡単に自分たちの権利とか主張できずに、自分たちがまあ生存していくっていうことを考えなくてもいいですよってことになるのかもしれない。だから自分で考えない方が楽かもしれないですねって言って、なんか辛い未来の話しましたけれども、はい。で、あとはですね、まあ、地球全体の問題で、まあ、高齢者が増えていくということと、 AI によって仕事がなくなっていって人間が増えていくので、まあ、それをまずは消されていくという話と、もう一個はですね、一番深刻なのはですね、環境問題なんですよね。実は特に水です。水問題、これ深刻、めちゃくちゃ深刻なんですよ。要するに飲める水っていうのが、もう日本からもどんどんこう外資に買われてますし、飲める水問題っていうのが実は深刻なんですね。世界中で水不足というのが起きてます。水はあるんじゃないですかっていうふうに思うかもしれないですけど、水は飲める水と飲めない水があります。ぶっちゃけて言いますと、アメリカの都市圏、東京の都市圏もそうなんですが、少なくともアメリカの都市圏の水はあまりにも汚染されているので、飲んだらほぼやばい、死んじゃうぐらいの、毎日飲み続けると死んじゃうぐらいの、がんになるぐらいの、それぐらいひどいんです。日本はまだマシなんですけど、日本の場合はマシなのはいいんだけども、変なものも入ってきてるんで大変なことになってる。で、だんだん本当に水問題っていうのは、実はだから基本的にですよ、都市圏の水って都市圏のところをぐる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 回ってるので、循環が負のいろんなものが循環していくんですよ。だから同じところ基本的に溜まってますから、わかります？なので汚水がある意味で循環していくっていう状態になってくるんですね。先ほど言いましたけど、都市圏に人口高齢者で集まってくるんですけれども、田舎に住むと介護受けられないからね。なので都市圏に住んでくるんですけど、都市圏に住んだら環境がどんどん悪化していくっていうことになるんですよね。なのでこの水っていう問題は本当に今のうちから意識しといて、田舎に水がちゃんと自分の中で確保できるような水の場所を今のうちから探しておいた方が私はいいんじゃないかなというふうに思います。いや本当です、これはこっそりと言いますけど、30年あればその水の場所をちゃんと確保することってできるじゃないですか。だからまあこれはね、大げさな話だと思わずに、水を確保しておくってことがもう実はあんまり大声では言えないんですけれども、水問題すげえ大事でございます。はい、ということですね。なのでまあ今までは当たり前だと思ってきたことっていうのが、どんどんこれからうまくいかなくなってきます。でその時にじゃあどうすればいいのかって言ったら、別にそんなに難しいことではないんですよね。ただまあ環境が変わったんで、私たちも変わればいいっていうだけの話なんですよ。それをちゃんと理解できるかどうかで、ダーウィンっていう進化論の人がいますよね。有名な言葉あるのご存知でしょうか。生き残ったものは強かったわけではないという話があります。生き残ったものは強かった種ではないというんですよ。強くて、よしその場においてよし強いぞという感じで、強かった人が生き延びたわけではない、種が生き延びたわけではない、そうではなくって、環境に適応できた種のみが生き延びたんだっていうんですね。だからかつての枠組みの中で、強かった種がこれから生き延びるわけではないんですよ。もう古い体制、アンシャンレジームと言いますけども、旧体制ですね。フランス語で言うとアンシャンレジームって言います。アンシャンレジーム、旧体制的なものの中で
トップですよ、強いですよ、俺は偉いですよというふうに言っていた人たちっていうのが、これはもう環境が今むちゃくちゃ変わってるので、その人たちは滅びていくんですね。環境に適応できないことをやり続けるから。なのでこれはある種の希望ではあると思うんですけど、あなたがもしですね、私そんなに偉くないです、上級国民ではありませんという方、チャンスなんですと思いましょう。でそれでじゃあ何なのかっていうと、新しい時代っていうのは古い時代の見直しから始まりますので、今までは近代文明みたいなものがあったわけなんですけれども、それがいろんな形で不都合が起きてきている。だからそのまんまの論理を引きずって生きようとすると結構ドツボにはまって辛いことになりますけれども、そうではない、新しい時代を私生きようというふうに思っている方はですね、そうした形で新しい時代に適応していって新しい生き方ができます。だから今までの時代、なんか自分の中ではちょっと嫌な時代だなと思っていた、そこのあなたはすごいラッキーだっていうことですね。だから今からどん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 環境変わりますので、環境に合わせて私たちも変わると。そしたらこの時代、かなりサバイバリーな時代ですけれども、その時代を生き延びることができるということでございます。はい、ということでね、まあ30年後って言われると、まあピンとこないかもしれないけど、この話、もう本当に10年後とか来そうな展開ですよね。最近の時代の展開から考えるとですね。ですので、まあ10年後に来ても大丈夫なようにですね、10年あれば大概のことは何だってできますから。何だってできます。ただそれを変えるという自分の勇気っていうのが必要になるのかなと思います。はい、ということで、このチャンネルではですね、こうした情報を新しい時代に生き延びるというね、昔の時代のエリートですよみたいな人が喋ってるわけではなく、新しい時代を生き抜こうというような価値観について私の方では喋っていますし、その中で生きていくという方法論についてですね、もろもろお話をしていきますので、ぜひですね、興味を持っていただいた方はですね、チャンネル登録をお願いいたします。また面白いなと思った方はぜひ高評価ボタンもお願いいたします。そしてですね、2025年がこれが一つのタイムリミットになってます。2025年までどう生きるのかというところ、生き延びるかっていうところだと思うんですけれども、この生き延びのスタイルについて、具体的な戦略などについて、あとはなんでこういうことが起きてるのか、もろもろについて、サバイバルセミナーというのを概要欄の方からプレゼントしてますので、まあ、ぜひですね、そちらをご覧いただければと思います。そうするとですね、新しい時代の生き方、それもろもろが見えてくると思います。はい、ということで概要欄の方をぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次のビデオでお会いいたしましょう。それではまた、失礼します。